はい、こんにちは、スピルと申します。今日もポケモリキャンプ場紹介やってきます。さあ、最近ね、日課のよいしょ、フォーチュンクッキーですね。つぶきちクッキーがまあまあ普通だね。はい、おー、ティッシュペーパー文字飛ばしちゃった、申し訳ない。もう一個、豆吉クッキー。はい、うん、ここも普通だね。はい、カラオケで100点が取れるようになる。お、消火器いいね、ありがとうございます。さあ、では今日はですね、ゆずさんという方のキャンプ場に行ってみたいと思います。そうそう、ポケモリって名前って被って作れるのかな、どうなんだろう、その辺ちょっと分かってないですけど、ゆずさん前にいたかなっていう気がして、あれと思って、作れるのかな同じ名前って。よし、じゃあゆずさんとこ行ってみましょう。はい、到着でーす。お、あれ、おー、あれ、あれ、ちょっと待って、え、これ椅子なのか、ベッドじゃないのか。ベッドで二人腰掛けてると思って、あれと思ったけど、椅子か。そっか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 、びっくりした。あ、ここもそうだ、みんな白い椅子なんだね。新しいアイテム？いや、申し訳ない、分かってないや。あ、受付さんもいるんですね。はあ、はあははあ、じゃあ今日、おー、いいカエルさんがいますね。これいいな、これ欲しいな。え？知らない間にアイテム増えてる？いや、そっか、アイテム増えてるかもしれないな。よいしょ。さあ、全体がこんな感じですね。あと、もう、ちょっと下がれたら全体見えるんですけどね。まあ、これはこれで綺麗か。OK。動物さんはみんな左側ですね。奥には、SL と、右が神殿と新しいオブジェですね。よし、いい感じのサムネが多分撮れました。さあ、ここは何でしょう、ゆっくりするようなところですね。ウォーターサーバー受付、ちょっとしたカフェなんでしょうか。座りながらお茶を飲めたりと、うん、いいですね。で、奥はお花のレイアウトですね。あ、テントウムシいるんだ、知らなかった。なんか埋もれてるように見えるけど大丈夫かな、あれ動けてるのかな。で、右側がここをね、水槽で仕切りをして、あれ、体調悪いのかな、うなってるね。なんだろう、ここはお医者さんがちょっと休養するとこなのかな。なんかうなってるね、ついたてで見えないようにしてあるけど。ここは、あ、白樺があっていけないのか。よし、じゃあ回りましょう。よいしょ。さあ、こちら側が、やっぱね、ちょっと休憩するところっぽいですね。なんだろう、病院かなっていう感じかな。いや、どうだろう、後で聞いてみよう。ここが待合室。ちょっとね、待合室豪華になってるけど、待合室で、奥に入、あ、受付とウォーターサーバーあるね。で、水槽があって、奥に診察室かな。そんな感じかな。に見えるね。面白いね。更衣室まであるよ、ちゃんと。で、神殿と。神殿、ちょっとね、他の人も見てると、ここら辺から中身を覗いてるんですね。この神殿の中に立つとか上に立つではなくて、外から見るんですね。また動画にもしたいですね。またそのうち、自分の動画でも、あ、自分でもね、作ったら動画にしましょう。じゃあ、よいしょ、ゆずさんの車内も
お邪魔しまーす。はい、到着でーす。おほほ、あ、ここもハニカムの棚つくは、使われてますね。と、あ、掃除道具もあるよ。おー、あれちょっと揺れてる？気のせいか、ごめんなさい。あはは、申し訳ない申し訳ない。揺れてるかなって思ったら違った。よし。ここは、あ、ここもなんか、美容院っぽいね。これ、パターンって倒して頭洗うのかな？スピルさん、この頭洗って大丈夫かな？この洗面台がガッチャンコって壊れそう。大丈夫かな？じゃあ危ないからちょっと降りておこうか。あー、これ髪？うん、美容院だね。あー、そうでしょ、これ。美容院でしょ。ここ受付だね。掃除までするんだ、ちゃんと。面白い。あー、これ待合室か。よいしょ。なんだ、この電話。なんかあられちゃんに出てくる電話っぽい。古い？ごめんなさい、みんなわかんないかな。あられちゃんに出てくる電話わかんないかな。そんな感じがするんだけどね。あ、ガサ立てもスリッパもあるよ。細かいね。いいですね。じゃあ上もお邪魔しまーす。はーい。あ、ここはちょっと休憩室なのかな？それとももう、美容院、美容師さんが、もうここで生活してるのかな？あ、洗濯機も回ってるし、あ、シャワールームもあるよ。あ、ここ、お化粧もするんだね。じゃあ、ここはもう、美容室、美容院の方が、ここで休憩するんじゃなくて住んでるんだね。バスタブかっこいい！こんなんあるんだ。初めて見たバスタブ、黒いよ。へえ、知らなかった。こんなあるんだ。牛の角っぽいのが生えてる。へえ、面白い。これ知らなかった。これも知らない。冷蔵庫あるんだ。ちょいと拝見いたします。閉じるんか。中身の感想は言わないんだね。あー、知らないものがまた増えてるね。味も進めていかないと。そうだね、頑張ろう。さあ、では一回外戻ります。はい、はい、すいません。じゃあ今日もいいねをさせていただいて、あ、間違えた。間違えた。すいません、ゆずさん。はい、いいね。はい、照れるタイプの方でした。はい、というわけでですね、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょうどですね、このゆずさんのキャンプ場紹介で100話目となります。はいね、もうほんと初期の初期から見ていただいてる方もいらっしゃると思うんですけども、本当にありがとうございます。100話達成しました。またね、チャンネル登録者数も1000人近づいています。1000人になったら、何かね、レイアウトコンテスト、フォトコンテストやりますので、またね、その時は、ご応募、ご参加、お待ちしております。はーい、というわけで今日は本当に、ゆうさんありがとうございました。またね、続けて、どんどん続けていくので、レイアウト紹介していいよって方は、スピルまでご連絡をお願いします。ツイッター、メールアドレス、概要欄に載せておくので、気楽にね、連絡いただければと思います。はい、というわけで、今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価も良ければお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またねー。